はい、どうぞ。おはようございます。まあ、これ次の日に撮るんですけど、はい、あの昨日ね、まあ、名古屋の大春インターって結構高速の交差しとるところがあって、足場屋さんね、まあ、はい、加積祭だとか加積祭だとか、まあ、夜、まあ、遅いとか加重労働とかね、加重労働、ね、うん、朝が早いとか、はい、残業代ないとか、まあ、いろんな話があると思うんですけど、はい、ちょっと昨日調査しに行ってきたんですよ。で結構まあいろいろ面白い話も聞けたんで、またちょっとこれ引き続きやっていこうと思うんで、2社声かけれたんで、はい、2社って2台ねトラックに声かけれたんで、はい、またそっちも見てください。行ってみよう、行ってみよう。こんにちは、こんにちは。第1号第1号なんかいきなりバンって突然、まあ今声かけてしまって、はい、見たことあります？あります。足場経験どれぐらいですか？まだ7ヶ月ぐらいです。でもその前もじゃあ、はい、トビやってたの？いや、やってないです。今のところ入って初めて、はい、28です。8で、ね、前職何やったんですか？前は内装の営業をやって。ようやれるね、はい、めちゃくちゃ偉いでしょ。はい、やばいっすよ、だって28だって僕と同い年ってことですもんね、うん、はい、どういう現場が多いんですか？うちは民家が多いですけど、最近大きいところも。いつも残業大体どれくらいなんですか？ない、いや、残業ではあります。いつも大体何時ぐらい帰るんですか？いつも本当、うちに着くのが6時とか。早っ。めちゃめちゃ遅いっすね、遅いっすね遅いっすね。ってことは1日内2件はない？あります。組原？そうです。何人で行くの？3人が多いです。積み込みは自分たちで積み込むでしょ？そうです。こっちが帰ってから、はい、で、従業員何人ぐらいの会社なんですか？7人です。で、週何日ですか？週6日です。これは闇だぞ。5じゃないから、ね、これ闇だぞ。週5じゃないでな、週休2日じゃないでな。ちなみに日給言えます？13。おー、まあまあいいじゃん、7ヶ月で。はい。え、でも知り合いかなんかでしょそれ？いや、結構遠いんですけど。知り合いでしょ。友達の闇だぞこれ。闇だぞこれ。友達の闇だ。これ足場業界の闇だ。友達は闇だから。本当、はい、すごいね。はい、じゃあもうこの会社最高って感じ。そうですね。で朝集合は？その日の現場の場所にもよりますけど。直行直帰許されとるもんで。まあそれもあり。うちで言うとまず朝7時に集合なの。ただやっぱ僕ら自習生使ってるじゃないですか。あ、だから絶対拾いに行かないといけないんで。うちはね、うちが闇か。うちの会社が闇か。それすごいな。はい、寸志とかもあります。寸志、はい、まあ、ってボーナスみたいなんですよね。前の仕事が営業職やったけど、今職人やってよかったなって感じ。そうです、すごいすね、面白ないわ。面白ないわ。もっと闇がない。闇がなかったもんね。遅くて何時ですか？マックス遅くて今まで7ヶ月。たまにぐらいはあるんじゃない？月に1とか2ぐらいは。他の応援とか行くと、うん、ちょっと足田沖まで手伝って、うん、そこの会社が闇だな。闇っすね。紹介してもらいましょうか。紹介してもらいましょうか。ちなみにどの辺なんですか、事務所？もうここから近い、はい、まあ、とつかまえたところから近い。はい、闇ですわ、あそこ。闇ですよ、これ完全に足場業界の。ロードが闇なんで。また、じゃあ、何かあったら声かけてください。はい。また、じゃあ、次の調査に行ってみようと思います。はい、あ、よろしくお願いします。あ、よろしくお願いします。親方にやってます。あ、社長さんですか？闇じゃダサいな。じゃあ、僕は。あ、よろしくお願いします。お願いします。日本名さんですか？あ、僕、住宅のもう全般です。あ、マジですか？これで2番手。はい。絡みづらい人一人。手伝いで来とったんですか今日は？あ、そうです。おいくつですか？芝生は36です。30？ あ、結構大きいんだよ。おいくつ？まだ若いですよね。僕ちゃん28歳に3月でなりました。絡みづらい。不動産やってた時期があったんです。はい、営業で。そうそう。で、その時に不動産事業しかない企業さんで、はい、で建設事業にいろいろと努力させていただけて、はい、で分社化までたどり着けたんですけど、はい、あ、自分で。そうす。でもその会社の中にダークネスの人がいて、はい、もうバカ横領するんですよ。うわ、そういうの僕はもう見てて腹立って、もう一緒にいれなかったんで、すいませんって言って、うん、ですよね。その不動産屋さんは今でも仲いいですけどね。その闇がある。そう、その闇について。ある意味社員は何人もおるんですか？職員も抱えて1人、2人でやってて、あと外注です。ぶっちゃけどうなんですか、残業とかああいうのは？いや、そうないよね。そうないですけど、あれですよね、この業界で多いのはもう積み込みで。そうあ、そこがそれありますよね。自分とかで材料持ってるんですか？そうです。で、トラックも持って。そうです。結構遠いですね。今から帰るんですか？そうです。
これ闇だぞ今から帰るって言ったら闇だぞこれもう今5時58分いや今から明日の積み込みそうですこれは闇だ深すぎる闇だ深すぎる闇です今日は何件聞いたんですかちなみに1件あーね、まあ、ちょっと手も悪いもんで、ね、ちょっと手はいい私、足場結構いいですか使えない、使えない、使えないちょっといいっすか、いいっすか、いいっすかいいじゃんいいじゃんバスいいじゃんそれなんすかもうこれ見たことありますよね鉄入ってる経験あるんですか足場あ、まあありますよどれぐらいやつなんですか6、7ぐらいだと知ってるって1日アンチ5枚で走った新築とかもありますよね1日中ですよねこれは闇だぞもうパワハラパワハラだぞアンチ5枚朝からバンバンで数があるあれはもう足場屋さんあるあるじゃないですかあ、そうそうねもっちゃいいやろみたいなでもそういうやつじゃないですか足場屋がやっとれるんですよやっとれるんですね朝も早いですよね今日何時に集合したんですか6時45分これは闇だ深すぎる6時45分からもう12時間じゃないですかこれあらまあこれもう完全に闇確定だなこれ大熊工業さんまあ足場やって、まあ、優しそうなそうです、ね、だから足場の職人には珍しいそうそうマジで優しいあ優しそうですよねどっか今時のことは近くしまくるじゃないですか、はいはいはい、全然迎えに来てくれたりもするくらい仏なんですよ、はい、これは闇だ休もうとしてるやつを家まで捕まえに行って働かせるこれは闇だぞ逆に捉えたら深いぞめっちゃ握りしめる大事に思うD9 マイクこれ何やられてるんですかあれですよもう普通にホーハンとかもしたりもしますし、うん、あ自分でそうそうあ営業まで全部もしますなんかカメラ回ってない時もっと最近嫌なやつだったのに急にいい人になっちゃう宣伝の時は嘘宣伝宣伝本当は嫌なやつやねんいやもうやちょっと待ってくださいやばいむっちゃ面白いとなんか家具まで自分で作るんですかそうです外壁とかもやったとしてもできればもう利益なんてあるのが当たり前じゃないですか、うんはい、でそこで終わっちゃうとお客さんもなんか、はい、さらに僕はなんかそれで終わっちゃうの普通なんで、はい、喜ばせてあげたいんで、はい、なんかしら役立つものを作ってあげるんだやっぱりね本当に建設業界で案外怖そうに見えるけどやっぱ本当にいい人にやれんすよ ね, そうですね僕らの若い頃もそうじゃないですかもっとひどかったじゃないですかまあ今ね調査したところ、はい、150社ぐらいに聞いて、はいまあ、使うのは2社だけですけど2社だけで引き続きあの闇をこれから調査していこうと思いますので、はい、またあのチャンネル登録といいねよろしくお願いします。よろしくお願いします。 D9 さんは江南はいあれは近いですね一度見ると江南 で、まあ、大工さんとかこういうのが好きな人は、まあ、これちょっと面白いって言ったら弟子に入るとちょっと面白いかもしれない大熊工業さんは、まあ、今社員も抱えておるんでまあまあ給料もそこそこねいけるんじゃないかなまた見てねちょっと強引に締めた感ある闇がなかったね闇がなかったしかも